ご機嫌いかがですか。カタライプラザ、重田舞子です。浜浦隆です。今回お送りする特集は、この8月に豊中市内の高校に通う生徒たちが東日本大震災の被災地を訪問し、ボランティア活動を行ったボランティアバスについて、いつもの特集枠を拡大して紹介します。どうぞお楽しみに。それでは番組を進めてまいりましょう。まずは市政ニュースからです。豊中市議会9月定例会が9月5日に始まりました。9月26日まで開かれています。今回の定例会では、平成26年度豊中市一般会計補正予算をはじめ、豊中市幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員・設備及び運営に関する基準を定める条例などについて審議されます。なお、本会議の模様は豊中市議会のホームページで視聴することができます。詳しくは市議会事務局議事課、電話 06-6858-2633 までお問い合わせください。住まいの耐震性の調査や工事に豊中市の補助制度をご利用ください。住宅耐震診断補助制度では、耐震診断に要した費用の10分の9以内、上限4万5000円を補助します。対象は昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて市内で建築された住宅の所有者で、非木造住宅は別の補助内容になります。木造住宅耐震設計補助制度は、木造住宅の耐震設計に要した費用の10分の7以内、上限10万円を補助します。木造住宅耐震改修補助制度は、木造住宅の耐震改修工事に要した費用の2分の1以内、上限70万円を補助します。所得により上限40万円または90万円になります。また9月1日から耐震補助事業として、木造住宅の除却補助制度が始まりました。補助額の上限は40万円です。木造住宅耐震設計補助、木造住宅耐震改修補助及び木造住宅の除却補助の対象は、いずれも昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて市内で建築され、耐震診断で耐震性が不足すると診断された木造住宅の所有者です。いずれも補助要件があります。詳しくは豊中市ホームページをご覧いただくか、建築審査課、電話 06-6858-2422 までお問い合わせください。以上、市政ニュースでした。今回の特集は、伝える高校生ボランティアバスでの体験を通してをお送りします。はい、豊中市と社会福祉協議会では、東日本大震災が発生した平成23年から毎年、市内の高校生に継続的な支援の必要性と被災地への理解を深めてもらおうと、被災地へのボランティアバスの派遣を行っています。はい、来年阪神淡路大震災から20年となります。今回のボランティアバスでは、豊中で同じような災害が起こった時にどうするのかを考えてほしいという主催者の思いもありました。今回の特集はボランティアバスに密着し、高校生が4日間でどんな体験をし、何を感じたのかを取材してきました。それでは VTR をどうぞ。出発を1ヶ月後に控えた7月17日、ボランティアバスに参加する高校生を対象にした説明会が開かれました。ボランティアバスは、高校生が被災地を訪れ、ボランティア活動や被災地の人たちとの交流を通して、震災の恐ろしさや防災に関する知識を学んでもらおうと企画されたもので、今年で3回目となります。
今回は豊中市内の4つの高校から27人が参加しました。やはり今の東北の状況というものを私が自分の目でもう一度見て感じて、それが未来のために、その東北の未来であり私の未来であり、それにつながっていけばいいなと思い、今回の参加を希望しました。去年も今年も岩手県にボランティアに行ったんですけど、そのがれきを処理したりすることはしたんですけど、その現地の人と交流することはできなかったので、本当の生の声っていうのを聞いてみて、自分がどれぐらい感じれるのかっていうのを、理解できるのかっていうのを話してみたいです。説明会ではボランティアの内容や注意点のほか、同じような震災が豊中で起こったとき先頭に立って行動できるよう多くを学んできてほしいと説明がありました。この阪神・淡路大震災では豊中市は大阪府内で最大の被害を受けています。今年度はその20年の節目ということにも当たりますので、ぜひですね、皆さん方が被災地に行って感じたことをこれからの豊中市の防災について役立てていただきたい。この豊中市で何か大きな災害が起きたときには、皆さん方が防災のリーダーになっていただかないといけないんですね。阪神・淡路大震災で最大の被害を受けた豊中市として、自分たちで何ができるのかということも考え、一つの、テーマとしてね、今回は考えてきてほしいと思います。その向こうでその地震があったという状況を見て、でこの辺りでもそういうことがあったんやっていう、その認識を多分高める機会にもなると思うんで、見て聞いて感じたことをこっちで伝えてから、またちゃんと自分の核になるようなことを行っていきたいかなと思います。8月17日ボランティアバス出発の日、市役所の前で出発式が行われました。家族などに見送られ、およそ17時間をかけて被災地へと向かいます。翌朝、バスは最初の訪問先、岩手県大槌町を走っていました。バスから見える風景は雑草が茂った更地、津波の被害を受けた建物や橋などが未だに残されていました。また道路には津波浸水区間を示す標識が至る所にありました。正午前、高校生たちは大槌町にある復興きらり商店街に到着。ここは津波により仮校舎へ移転された大槌北小学校の校庭に設けられた仮設商店街で、およそ40の店舗が営業しています。ここで高校生たちは昼食をとり、これから始まるボランティア活動に備えて英気を養いました。昼食を終えた高校生たちはボランティア活動を開始。風水害の際に水や土砂による被害を抑える土のうを作りました。大阪から来て高校生が一体今何ができるでしょうか、何を求められているのかということを相談したところ、最近大雨とか、そういった風水害で土のうが非常に不足をしているという話を聞きました。そこでやっぱり元気な高校生たちに比較的過酷な作業になる土のう作りをここでやってもらおうということで決定をしました。大槌町の仮設住宅の中にはすぐそばを川が流れているところもあり、万が一の風水害に備え土のうが多く必要です。高校生は古くなった土のう袋を新しいものに入れ替えたり、新たに土のうを作ったりして、1つ20キログラムある土のう150個を完成させました。すごい些細なことなんですけれども、消防の方が手が回ってないところを僕たちが手助けするということで、すごいこういう小さなことでも助かってると言ってくれたので、すごい嬉しかったです。ボランティアの方々がこう小さいこと、細かいことをコツコツとやっていくことが大事なのかなと思いました。土のう作りを終えた高校生たちは復興へと進む大槌町内を見て回り、人形劇ひょっこりひょうたん島のモデルとなった蓬莱島や、市街地を一望できる城山公園を訪れました。城山公園から見える市街地の姿は、震災から3年以上経ってもなお
大半がまだ更地の状態でした。その光景を目の当たりにした高校生たちは、復興の難しさを改めて感じていました。続いて旧大槌町役場の庁舎を見学。津波による傷跡が残るこの建物について、大槌町の人たちの間には、震災遺構として後世に残したいという意見と、震災を思い出すので早く取り壊してほしいという意見があることから、慎重に議論しながら復興に向けた街づくりを進めているそうです。午後4時、高校生たちと大槌高校の生徒たちの交流が始まりました。まず大槌高校の生徒たちが、震災が起こった時の大槌高校の状況と、大槌高校が行っている復興への取り組みについて説明しました。震災時、大槌高校は避難所としてだけではなく、消防など町の機能の一部もここに移されたことを紹介。また避難所の開設など生徒が進んで行動したことも紹介されました。その後、豊中の高校生と大槌の高校生は6人から8人のグループに分かれて、高校生同士の交流が行われました。お互いの地方の言葉を教え合うなど、親交を深めながら、震災発生時の様子やその後の生活についてなど、大震災を経験した大槌町の高校生の体験を聞いていました。何を思って頑張ってきたの？友達と話してると楽しい時もやっぱりありますし、みんなで団結して頑張ろうみたいな感じで思ってるので、そこまでへこむっていうか気落ちした時はあんまり私はない。完全な復興ってどうなったらやと思いますかって聞いた時に、心を癒すことができたら完全な復興やと思うって言われて、あとは復興は進んでると思いますかって聞いたら、今やっと建物が壊し終わって盛り土が始まって今から始まるところですって、あまり3年経っても変わってませんって言われました。およそ1時間、全員の記念撮影で締めくくられた高校生同士の交流。大槌高校の皆さんに見送られ、豊中の高校生たちは次の場所に向かいました。大槌町の隣、山田町にある岩手県立陸中海岸青少年の家に到着。2日目の最後には、大槌町役場の総務部長平野光三さんの話がありました。生き残ってしまったというのは正直なところで、瓦礫の中に上半身を浮かせるような形で何人かいましたので、その人たちがもう沈んでいく、声なく沈んでいくというのを目の当たりに見ながら、それでも自分は何もできませんでした。まあ、頑張れ頑張れって声をかけるのは精一杯で、それ以上もこれ以上も何もできなかった。そのうちもうまあ諦めたというふうにも言ってね、そのまま沈んでいくのを、それを見ながらもう自分はそれでいて悲しいとか何とかということで涙を流すことはありませんでした。いろいろと混ざって泣きそうになりましたね。自分と関わりのあった人が命を目の前で諦めてしまったっていうのも経験したことないですし、それが何人もあったわけですから、すごくしんどかったやろうなと思います。人が亡くなるのを目の前で見て、それでも今こうやって伝えることができているっていう、彼のその精神力だとか立ち直った力っていうのが本当にすごいの、もう言葉しかありませんでした。最後に平野さんは高校生たちへ、若い人たちや子どもたちの笑顔が大人に勇気を与える、苦しい時も笑顔を絶やさないでほしいと語りかけました。子どもの時の笑顔っていうのは私たち大人にはね、何とも言えない力になるから、どんなに苦しい時でも笑顔だけは絶やさないでほしい。3日目の朝、岩手県立陸中海岸青少年の家を後にした高校生たちは、
岩手県釜石市にある仮設住宅を訪問。ここで仮設住宅に住む人からお話を聞きました。今回お話を聞いた伊藤つや子さんは釜石市で唯一の芸人さん、藤間千佳乃という芸名で87歳となった今もなお現役で活躍しています。たった一人になったけども頑張ってんですよ。高校生たちは伊藤さんの話を真剣に聞いていました。体育館の地面に2人寝てましたね。それが知ってる方だったので、私あらまーちゃんってなんだなんだお家の育ち置いてちげ死ぬなんてことあるって言って声かけて、まあ仕方ないね、死んでしまったのあんたたち責めたってしょうがない、だがおばちゃんね生きてるからね、その分あんたたち見守ってよなんてね、うん、声かけて。嬉しいことですよ、若い方たちにねお話をねしていただくって生きてる証拠ですから、うん、楽しいです。災害に遭った時にね、いや心してやっぱり生きること、本当に生きることです。それが一番ですよ。自分の命を守ること、そして人を助けること、それさえできたらいい男前です。近所の方もお亡くなりになられたらそうなので、すごい落胆、最初は落胆されたというのを話も聞いたんですけれども、まあこのままではいけないという、すごい活力に あふれていたというか。おばあちゃんに元気を与えようと思ったんですけど、結構笑顔で受け答えしてくれて、めちゃ元気で良かったと思います。およそ1時間30分にわたって仮設住宅に住む皆さんと交流した高校生たちはお礼に歌を送りました。この歌のプレゼントは高校生のアイデアで行われ、前日宿舎で一生懸命練習していました。長い時間バスに乗り行動を共にしてきた高校生たちの絆が歌声となって仮設住宅に住む皆さんに元気を届けました。高校生たちが次に訪れたのは岩手県陸前高田市。大きな津波にも耐えた奇跡の一本松でも知られる岩手県南部の町です。その中心地は近隣の山から土砂を運ぶためのベルトコンベアが張り巡らされていました。再び津波の被害に遭わないよう土を盛って地面の高さを上げるかさ上げが急ピッチで進められています。さまざまな町を巡り復興の進み具合の違いを高校生たちに見てもらうこともボランティアバスの目的の一つでもあるのです。同じ岩手県内の隣町でもその対応であるとか復興の進み具合というのは全然違いますので、いろんな町を見ていただくことで、あ、こういう町もあるのか、こっちではこういう対応をしているのかという、まあ、いろんなシチュエーションを学ぶことができるのかなというふうに思ってます。いろんなところを見ることによって、まあ、高校生の視野が、まあ、そこで広がってくればな。高校生たちは東日本大震災における陸前高田市の被害と復興状況を伝えるために今年8月に完成した陸前高田復興まちづくり情報館を見学し、陸前高田市役所を訪問。ここでは陸前高田市の鳥羽太市長の話を聞きました。あるいは阪神淡路、皆さんのところって当然そういう地域ですけれど、時間と距離というものがですね、どうしてもね自分のものとして意識できないくしてしまうんです。突然大きな地震が起こった時に家族でこうしようねって決めてたら、人は必ずその方向で動けますよ。すぐにそういうことが起こった時に、あそこの場所でみんなで会おうねとか、そういうことをね、日頃からきちんと話をしていくこと、
これは本当に大事なことだと思います。その後、高校生から質問がありました。このスピードっていうのはこうどういうふうに実現していったんでしょうか。あれベルトコンベアを設置しないでダンプカーで運ぶと10年かかるって言われてるんですね。土を運ぶから。で、あのベルトコンベアだと1年2ヶ月で土を運ぶんです。高齢化率が高いってことは土運ぶのに10年かかるって言ったらもうこの町に住んでないと、あるいは本当に絶望ですよね。将来に対して何の夢もない。だからそういうことではいけないので、もう批判されるとかなんとかなんていうのは気にしないで、もうどん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 決めていくしかないんですね。その市長さんにお話しいただいて、その市長さんも最初はすごい落胆したと言っていましたし、まあ、その中でもやっぱり自分が何とかしなあかんという話も聞きました。今一度こう深く考えさせられるような話もしました。そして高校生たちは津波で大きな被害を受けた商店が再スタートするために集まった陸前高田未来商店街を訪問し夕食を取りました。参加者全員で一緒に食事をするのはこれが最後です。私が2年前に行ったボランティアの時は交流がなくて、そのとりあえず瓦礫の処理をするみたいな、その被災者の人たちの気持ちも分かることができなかったんですね。だから今回はちょっと前よりは違う目線で見れたと思います。やはり現地に来てみないと分からないことが今たくさんあって、本当に綺麗な海だったのにそこまで牙を剥く、そういう自然災害のことに関してもここに来てその恐怖恐ろしさっていうのを肌で感じることができて本当にいい経験になりました。こちらの現地の方々はすごい力が活力あふれているというか、自分のためにもそうですし町のためにもそれぞれ個人個人がすごい頑張って動いていらっしゃるので、そういうところはまあ見習いたいなと思いましたし、すごい尊敬します。8月20日陸前高田市内の宿舎で一泊した高校生たちは朝早くバスに乗り込み帰路に着きました。午後8時45分市役所に到着。皆さんの表情は充実感に満ち溢れていました。今の状態を伝えるのと、復興っていうのが今から始まるっていうのと、あとボランティアに積極的に参加してくださいっていうのを言いたいですかね。生徒会に所属しているので、高校に帰ってからは生徒の前での発表だとか新聞の制作だとか、そういう人たちがいるっていうことを友人とかであり伝えていくことが今の私、この私にできることだと思います。友達に伝えることを、まあ、親戚でも周りの人に伝えることも大事だと思いますし、もしそういうことが大阪であったりして、まあ、大阪じゃなくても近くであったりしたら、僕たちが動いてみんなを引っ張っていける存在になれたら一番いいんじゃないかなと思います。実際に現地に行って感じたことっていうことを、いろんな場面で情報発信をどんどんしていってくれることによってですね、被災地を忘れないということと、あとは、万が一この豊中市が災害に見舞われたときに、高校生がやっぱりこれからの防災のリーダーとしてですね、我々が頑張るんだっていうような、まあ、情報発信をしていただければというふうに思っております。はい、VTR をご覧いただきましたが、重田さんいかがでしたか。いや、高校生たちが実際に現地に赴いて現地の人たちを直接話を聞いて、で実際にいろんなものをその目で見て、でいろんなことを感じた4日間だったでしょうね。そうですね、新聞やテレビなどで見たり聞いたりするのとは全然違う印象を受けたと思いますね。そうですね、はい、で実際に震災から3年以上が経った今でもまだスタートラインに立ったところで、復興としてはもうこれからだということも私たち忘れてはいけませんし、 VTR を通して学ばなきゃいけないですね。そうですね、阪神淡路大震災で豊中大阪府内最大の被害を受けたんです。でそこで来年で20年となるんですけども、震災の記憶は風化しつつありますし、今回参加した高校生は生まれてもいません、はい、だからこそ今回自分たちで東日本大震災の現地を見た経験を生かして、
今後豊中でもしこのような大災害が起こった時に何ができるかを考えてもらえればと思います。いつ何が起こるか分かりませんからね、しっかりと日頃から備えておくことがまず必要ですね。そうですね。続いては豊中市からのお知らせです。21日から30日は秋の全国交通安全運動が実施されます。運動の基本は子どもと高齢者の交通事故防止。全国重点は夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止。すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。飲酒運転の根絶です。大阪重点は高齢者の自転車事故防止です。ワクワクフェスタは9月21日日曜日午前10時から午後4時まで、会場は玉井町にある豊中自動車教習所です。高齢者自転車教室、修羅場展示、ゴーカート、ミニポンプ車乗車体験、円柱体験、AED 講習ほかを行います。交通安全フェアは同じく9月21日日曜日午前11時30分から午後3時まで、会場は若竹町の阪急ドライビングスクール服部緑地です。自転車教室、阪急バス展示、ミニ動物園、子ども警察官撮影会ほかを行います。問い合わせはどちらも土木総務室、電話06-6858-2534へお願いします。知らせよう、早めのライト、あなたから許しません。飲酒運転許す人、交通事故のない街を目指しましょう。人権文化のまちづくり講座、ヘイトスピーチって何を開催します。日時は9月25日木曜日午後6時30分から午後8時30分まで、会場は岡町北の豊中人権まちづくりセンターです。京都朝鮮学校襲撃事件から考えると題して、フリージャーナリストの中村イルソンさんにお話しいただきます。定員は200人、問い合わせは豊中人権まちづくりセンター、電話06-6841-1313へお願いします。保育もあります。こちらは申し込みが必要です。皆さんのご参加お待ちしております。空の日エアポートフェスティバルを開催します。日時は9月28日日曜日午前10時から午後4時まで、会場は蛍ヶ駅西町の大阪国際空港です。航空教室、格納庫見学、模擬制服写真撮影会のほか、モノレール車両等の展示、着ぐるみの登場、ダンスフェスティバル、中学生ブラスバンドの演奏などがあります。9月24日水曜日から28日日曜日はターミナルビル内で記念セールを開催します。問い合わせは空の日空の循環実行委員会事務局、電話06-6843-1121、または空港室、電話06-6858-2097へお願いします。今年は大阪国際空港75周年、関西国際空港20周年の年です。面白いイベントがいっぱいの空港で楽しみましょう。番組の最後にご覧いただいております豊中105町、今回はお休みさせていただきます。ご了承ください。番組では皆様からのご意見、ご感想などもお待ちしております。豊中市役所広報広聴課、電話06-6858-2028までどしどしお寄せください。次回は9月21日から新しい内容でお送りします。
それではこの辺で失礼いたします。さようなら。さようなら。